万民賛美21番です。神様の恵み。万民賛美117番です。サエレの宮座2。万民賛美242番です。美しい新しいエルサレム。
今日夕方礼拝は道家女先生の代わりに中央軍牧師がメッセージを取り次ぎます。牧師と恵みを受ける自分自身のために祈ります。감사드리며우리주예수그리스도이름으로기도하옵나이다아멘ただいまより黙祷によって主日夕方礼拝をお捧げいたします。この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御告げ。アーメン。韓日参照歌453番を賛美します。453番です。主の名に
通声をご一緒に祈ります。まず同会長先生のために祈ります。ハレルヤ、父なる神様、その愛と恵みに感謝します。毎日マーミの生徒の皆さんは牧者の空間の中守られて、また共におられ、真理に導いてくださって感謝します。父なる神様の御言葉に全ての人々が救われることを望んでおられ、数多くの人を救って新しいエルサレムに行けるようにしてくださって感謝します。牧者の善を通して神様の善なる御言葉を悟って行けるように私たちを変えさせてくださったことに感謝します。感謝します。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。カナン聖殿、大聖殿建築のために祈ります。ハレルヤ、父なる神様、感謝します。終わりの時、神様に喜ばれる美しい聖殿を、万民を通して、牧者を通して、牧者の恵みと愛によって変えられた万民の手で建築するようにしてくださって感謝します。罪に染まっているようで、神様に喜ばれる心を持って、私たちの心を毎日清めていけるようにしてください。牧者の再創造の力の働きで、全世界の働き人を集まって、神様の摂理が全うされるように祝福してください。感謝します。我らの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。メッセージに恵みを受けるために祈った後、会衆を代表してイダルチョン伝道師が祈ります。ハレルヤ、父なる神様、感謝します。この時間、同会長先生の代わりに14号牧師がメッセージを取り継ぎます。メッセージを取り継ぐとき、恵みと命の時間となるようにしてくださり、霊的な悟りが与えるようにしてください。終わる時まで共におられてください。感謝します。我らの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、愛の父なる神様、大いなる恵みと愛に感謝いたします。今日も遠くから近くから父なる神様が招いてくださって、このように多くの人を呼んでくださり、礼拝を捧げるようにしてくださって感謝いたします。霊肉ともに平安にあるようにしてくださって感謝いたします。十字架につけられて死なれて、私たちを救いの道に導いてくださり、永遠の道に導いてくださった主にも感謝します。イエス様がこの地上で働いておられた時、神様が共におられて、巡り歩きながら良い技を行ってくださり、悪霊に疲れていた人を癒してくださいました。牧者を今日立ててくださって、私たちに神様の良い技を見せてくださって感謝いたします。全世界を巡りながら良い技を行い、神の力を表して、さまざまな人を癒してくださいました。不幸だった人が幸せになるようにしてくださり、自殺しようとした人が幸せになって新しいエルサレムに向かって走っていくようにしてくださって感謝いたします。昨日も万民フェスティバル行事に神様が共におられ、さまざまな技を見せてくださいました。感謝いたします。万民の生徒の皆さん、牧者の身である万民の生徒の皆さんを見て、世の人々は地上正しい姿を見て本当に感激したと言いました。そのような人々になるように私たちに恵みを与えてくださって感謝します。私たちが牧者の証人であり、身であることが本当に感謝です。神様が共におられる万民号に乗っている愛する万民の生徒の皆さんが目的地まで無事に着くように、神様が共におられますように。天におられる私たちの神様、この風に乗って私たちが速やかに行っています。さらに善になって、さらに互いに仕えています。私たちは感謝
感謝を捧げるばかりです。今日も14番先生がメッセージを伝えてくださいます。神様が強くしてくださり、聖霊に満たされ、動かされ、御霊に感じるようにしてくださいますように、私たちは心にそのメッセージを刻んで命へと導かれるようにしてください。司会しているハンジミン先生を支えてくださり、シャローム聖歌隊と西オーケストラの賛美と演奏、そして光の声重賞団の特別賛美も喜んでお受けください。私たちには恵みを与えてください。この時間奉仕している方々がいます。神様が覚えてくださり祝福してください。全国全世界でこの礼拝に参加している方々に本聖殿と同じ恵みをお与えくださいますように、感謝して我らの CS キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書を拝読します。マタイの福音書7章21節です。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。アーメン。シャローム聖歌隊と西オーケストラが賛美を捧げます。子羊に誉れあれ。
光の声重賞団の特別賛美があります。芸能委員会の賛美チームで恵みあおれる賛美で栄光を返しています。終わりの時にこの教会を通して繰り広げられる神様の摂理を神様がくださった曲終わりの時で賛美を捧げます。日誌オーケストラの大見人監視とハギョン執事が一緒に栄光を返します。終わりの時、
もう一度栄光を返してください。愛される教会
다시 한번 아버지 하나님께 영광. もう一度栄光を返してください。Thank you.
14권 牧師が 私たち万民は というメッセージを伝えます。シャローム聖歌隊のまた西オーケストラの賛美と演奏ありがとうございました。光の声重唱団の恵みあふれる賛美ありがとうございます。そしてアンコールも2回してくださって感謝します。個人的には私もとても好きな賛美です。そして私たち万民はというタイトルととても似ているので感謝です。説教の前にお知らせいたします。連合ニュース記者がこのように記事を書きました。昨日 PM2.5 が発表された17日の空、そして16日の空を撮影して載せました。私たちが昨日万民フェスティバルをした時の空は澄んでいます。このように澄んだ天気、晴れた天気でフェスティバルができるようにしてくださって感謝します。愛する生徒の皆さん、創世記12章から22章を読んでみると、神様がアブラムをお召しになり試練に遭わされた後、一人子イサクを全所の生贄として捧げなさいと言われた時、惜しみないで聞き従うのを見て信仰の父として立てられ、出エジプトから輸出記を読むと、預言者モーセが生まれた時から司られ練られ、イスラエルの民をカナンの地に導いていかれたように、万民中央教会も神様が同会長イージェロク牧師をご自身でお召しになり、終わりの時罪と悪がはびこっていて、どこにでも信仰を見つけにくい時、人間工作の終わりを麗しく飾るために御言葉で命じて建てられた教会です。これは私たちの教会で信仰生活をしておられる方々は、登録するとき東海女先生の証死の上がりが町で味わう衛星という本をプレゼントしたので、読んだ方々はある程度知っておられると思います。それでも今日私がこの講談でもう一度明らかにしようとすることがあります。私は道海女先生が神様を見つけるように導いた2番目の姉の息子で、1954年12月、チョンラナムドジャンソンで生まれました。そして皆さんも説教を通して聞きましたが、道海女先生が成長するとき私も一緒に成長していたので、そのこともよく伝えてくださって、皆さんも覚えておられると思います。そのように先生の手で育てられ、1969年中学を卒業してソウルに来てからは、今まで道会長先生が30回以上引っ越しされるたびに一緒にいながら、近くで生々しくその方の生き方を見ながら生きてきたので、誰よりも道海女先生についてよく知っていて、万民の歴史についても意気承認だと言えるでしょう。それで私が今日は誇らしい名前、神様がつけてくださった名前、万民の帯同が万民の生徒の皆さんの骨の髄まで刻まれたらと願いつつ、このメッセージをお伝えします。道海女先生は6人兄弟の末息子です。皆さんもよくご存知でしょう。紀藤委員長先生は何人兄弟でしょうか。はい、はい、よくご存知ですね。9人兄弟の末娘です。お二人は道海女先生が軍隊生活をしていた時、親戚の紹介で文通されていたそうです。初めて会った時、道海女先生は湖のように澄んで大きい目を持っていた院長先生を見て一目惚れして、恋に落ちて熱烈な恋愛をされました。そのうち軍隊を除隊した後、1968年1月結婚、
にゴールインしました。その年の3月のある日曜日に結婚と引っ越し祝いをしましたが、当時新聞記者をしていたので、午前は職場の同僚、午後はソウルの友達、そして夜は故郷の友達を招待して夜遅くまで宴を張りました。この時宴をせずに飲んだお酒のせいで、それによって病気にかかり、その後合併症が続いて起こりました。これによって7年間病状で苦しい日々を送って、ついには幼い2人の娘を育てることができなくて、長女はソウルの親戚の家に、下の娘は田舎の親戚の家に行くようにしました。その当時は娘さんが2人いました。イースジン先生は週に出会った後生まれたからです。道会長先生自身も兄弟たちにまで背を向けられて仕方なく生きていました。そんなある日、田舎に住んでいる2番目の姉がソウルに来て、貧しい町に住んでいる先生に訪ねてきて、頼みがあると弟に頼みを聞いてほしいと言いました。道会長先生にリバイバル集会に導いてほしいと言ったのです。先生は道案内ができないと断りました。それでも切にお願いされるので断れきれなくて、姉の話を聞いてみると、当時癒しの宮座がよく現れるという噂が広がっていたヒョンシネ監視の集会に参加したいということです。仕方なく不自由な体で片手には杖、片手には姉の手に頼って袖門にあるヒョンシネ監視の集会に行きました。そこに参加して、たくさんの人の中で雰囲気に圧倒されてひざまずいた瞬間、背中からは汗が流れるようで、顔はほってって、その当時は知らないから、ひどく恥ずかしいからこんな症状が起きるだろうと思って早く出てきたいと思いました。そして細目で周りを見ると、参加した人々たちが大声でつぶつぶつぶやいていて、姉を見たら両手を上げて体を動かしていて、初めて見る光景に適応できませんでした。まるで狂った人のように見えたのです。ところが後で分かったのですが、その時神様は病気のトンヤと言えるほど多かった病気を聖霊の火のバプテスマで焼き尽くしてくださったのです。ハレルヤ。はい、その日が1974年4月17日、ダマスコに向かう途中で使徒パウルに会ってくださったように、神様が愛する私たちの道会長先生に熱く出会ってくださったのです。このことがあった後、道会長先生はその恵みと愛に感謝して感激して、教会を訪ねていて信仰生活を熱心にしました。初心の者の時から聖書を読みながら愛のプレゼントをくださったように、しなさい、してはならない、避けなさい、守りなさいという御言葉をノートに書いて、祈りの課題にして熱心に行い、一つ一つ実践するたびに消していったと言われました。愛する生徒の皆さん、ですから聖霊の声を聞いて導かれ、明らかに司られていかれました。そんな1978年5月のある日、雷のような神の御声を聞くようになりました。世界の始まる前に選び分けた私のしもべよ、あなたは3年間訓練したから、3年間御言葉を準備しなさい。山を越え、川を渡り、海を渡って行くところはどこにでも私が共にいて、印と不思議を持って私が生きていることを全世界に伝える我がしもべになるだろう。私があなたを世界が始まる前に選び、炎のような目で守り、この時間まで我が手で導いたのだ。あなたがしているこの店は妻に任せて、あなたはこれから私のしもべの道を歩みなさい。するとあなたの2人が稼ぐ収入よりは増えるだろう。
あなた方は施しをしながら暮らすようになる。あなたを最も低い座に置いたのも神であり、今まで導いた方も神なので、これからも導くのである。私があなたを最も低い座に導いた理由を今は知るだろう。我が力であなたを最も高い座に上げよう。あなたはあなたの親より、子供より、あなたの妻より私を第一に愛したのだ。私だけを愛したのだ。皆さん、はい、栄光を返します。そうしながら私が帰り見ると、3人の娘さんがここに座っていますが、入学はいつなのか、卒業はいつなのか、学校はどのように通っているのか、無心だから気を配らなかったのではなくて、3人の娘を本当に愛しました。しかしそれよりも神様の働きが第一で、また神様を信じるその信仰が確かなので、私がこのように肉の行いとしてしなくても、私が神様を愛するその行いを見て、神様は全部責任を取ってくださると固く信じたので、そのようにされたのです。道会長先生は1979年37歳という年で新学生になりました。お店の近くに小さい部屋を一つ借りて、そこで聖書を読んで断食と祈りに励みました。そうするうち1981年冬休みの時は教会の開拓を心に抱いて40日断食をしながら祈りました。神様はその時世界宣教を実践できる夢とビジョンを与えてくださいました。この世の中には以前あなたのように病気になって苦しんでいる人が多くて、貧しくて苦しんでいる人が多いので、熱心に施しをする教会、霊肉ともに癒す教会、この良き知らせを地の果てにまで伝える証人になって、世界宣教を実践していく教会になりなさい。起きて光を放つ教会になりなさい。あなたは私が選び、最初から最後まで私の説理通りに導くので、あなたは開拓するとこのようにしなさいという夢を与えてくださいました。その時世界宣教の夢を叶えるためには、聖書に記されている昔の信仰の人々が行った無限の力と主が行われた力までいただかなければならないという燃え上がる心で、祈祷課題として慕いながら求めました。主のしもべとして必要な御言葉と権勢と力だけでなく、ソロモンにくださった知恵と御霊の十二の賜物も求めました。断食を始めて6日目から40日が終わるまで支えてくだされなくて、その期間に受けた苦しみは後でお伝えしますが、私の経験では道会長先生よりはるかに弱かったのですが、一生涯そんなさまざまな苦しみを味わうことがあるだろうかと思うくらいでした。普通の人はほとんど知ることも感じることもできない、そんな苦しみを味わって生死の境を数えきれないほど超えました。そして道会長先生の体は28日目になってから、それこそ骨と皮だけが残っているみすぼらしい姿でした。30日目からは胃腸が乾いて、水を飲んでも飲み込めなくて、少し飲んだ水も一緒に真っ黒い血まで混ざって出てきました。それとともに1時間が1ヶ月、1日がまるで1年のような流れの中で、精神的に味わう苦しみとはどんなものでも表現できなかったでしょう。愛する生徒の皆さん、ここで私が先に申し上げた通りに、誇らしい名前万民を骨髄の奥深く刻むべき理由がここにあります。道会長先生はなぜ安らかな道を選ばなかったでしょうか。
着るものがなく飢えて苦しみにあって善悪をわきまえられなくて滅びに向かっていく人々が絶えず目の前にちらついて、こうしてでも父なる神様から力を引き下ろして、あの人々を命に導くことが先生の人生の理由で目的だったからです。当時通っていた教会の担任牧師の奥様が看護学校の出身で、数ヶ月は病院に入院して養成しなければと言われました。道会長先生にそのように言われました。しかし道会長先生は保護食を始めて1週間経ち、15日ぐらい経つと断食する前よりはるかに良いコンディションに回復しました。そして、はい、そして本格的に心に抱いて開拓の準備の祈りを始めると、私にも連絡をしてくださったのです。それで私も参加しましたが、今は先に天に召された姉若干氏のお宅の小さいリビングに、私の記憶には約15人が集まって、道会長先生が祈祷課題を出しながら声を出して心を合わせて祈りを導かれました。そして終わる頃、一人の姉妹が大きく声を上げて、早口で突然、今日私のしもべと一緒にここに集まった祈ったあなた方を私は嬉しく思っているのだ、そして愛しているのだ、私のしもべがこれから時になれば教会を開拓して一緒にいる者たちを私は祝福すると言って、すらすらと早口で道会長先生に向かって、世界が始まる前に選んだ我がしもべよ、あなたが私を見つけて今この時間まで時間さえあれば捧げた祈りを私は皆聞いたのだ。それで今あなたが求めたすべてを私は全部与える。御言葉の権勢と力、ソロモンの知恵、あなたは第一コリント12の8から10までの御霊の9つの賜物以外に幻の賜物、投資の賜物、愛の賜物など12の賜物を求めたが、この時間それを全部与える。今すぐ現れないものはこれから必要に応じて現れるだろう。そして教会を開拓すると、あなたがこれまで昼も夜も祈ってきた通り、各界各層の心の良い羊の群れを数多く送ってあげよう。神様の真心を知ることができるように難解聖句を解き明かしてくださいと祈ってきたが、私が今まで人をしもべとしてつけたことはないのだが、終わりの時我が御心を完全に実現するために、この橋ためをあなたのしもべとしてつけて、祈る通りに御言葉を解き明かしてあげよう。だからこの橋ためをよく教えて、あなたはよく教えられ、私が我がしもべに向けた御心を皆終えて、やがて天国に来た時には、この地上のどんなものとも比べられない美しいところで常しえに共にいるので、つかの間にいるこの地上で我がしもべによく従い、使命を果たした後、永遠の国で永遠に共にいよう。そして今日ここに事故で腕にギプスをしたある青年が参加するが、この祈りが終わってから我がしもべよ、あなたが祈ってあげなさい、すると完全になる。そしてここに参加したあなた方は今このことが父なる神様の御業であることを今も信じているのだが、さらに確かに信じられるだろう。このようにお言葉が終わって、腕にギプスをした青年に祈りましたが、すぐギプスを外して腕を自由に動かすことができました。はい、そして道会長先生も上機した表情でこの日にあったことについて説明してくださいました。
この時予言の言葉をいただいて伝えた姉妹は、院長先生が本屋の常連を5、6ヶ月前に伝道して信仰生活を始めたばかりの人でした。その後同会女先生の祈りを受けて胃腸病が癒された経験をした姉妹だったのです。ですから当時彼女は創世記もマタイの福音書も知らないし、信仰生活はしたことのない状態でした。そんな姉妹に神様は、それまで同会女先生が神様の真心を深く知ることができるように御言葉を解き明かしてくださいと断食して、定めの徹夜祈りを数多くして7年間信仰を持って祈り続けました。このように信仰を持って祈ったことに応えてくださったのです。同会女先生がそれまで祈ってきた内容は家族も知りませんが、このように信仰生活を初めてした姉妹が、同会女先生が7年間してきた祈りの内容をどのようにしたのでしょうか。神様の御業なので、このようにして予言の言葉を伝えたのです。神様なので、時になるとこのように祈った内容の順番通りに間違いなく答えてくださったのです。皆さん、イエス様もマタイ 11-27 に、子と子が父を知らせようと心に定めた人のほかは誰も父を知る者がありませんとある通り、私たちが父を知ることを望んでおられることが分かります。また使徒パウロは第2コリント12-1に、無益なことですが誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょうと言いました。このように使徒パウロのように神様から啓示をいただくなら、これから起きることも分かるのではないでしょうか。再び来られる主を目を覚ましていて迎えることができるので、同会女先生は千軍万馬を得たよりもっと喜びました。その姿がいつも私も同会女先生を思い浮かぶと想像できます。とても興奮して、皆さん想像してみてください。感激して泣きそうで、そのような表情で私に説明してくださいました。ここで預言とは人の代わりに話すことです。人の言葉を代わりに話す人もいて、神の御言葉を代わりに伝える人もいるのです。神様はモーセに彼の兄アロンを預言者としてくださいました。これは人に代わって話す人のことです。エゼキエル37章を読むと、神である主の霊が共におられて人の口を借りて話しておられるのが分かります。神様が見たたまに感じて人の口を通して伝えられるので、こうしなさい、ああしなさいという命令形なのです。預言とは人がするのではなくて、神である主の霊、すなわち聖霊が共におられて、互いに心を一つにして神の御心を伝えることなので、神様が認めて確かなものとされる真実なものです。それでは預言の霊とは何でしょうか。黙示録 19-12、 イエスの証は預言の霊ですとある通り、聖霊によって真理を話そうとするとき、真理そのものであられるイエス様を証しして、代わりに話すものを通してその霊が証拠になるので預言の霊というのです。その後教会の名を万民教会とつけて、太陽が炸裂するときに開拓するようにと言われ、場所はドンジャク、シンデバントと教えてくださいました。当時クモドンに住んでいた同会女先生はシンデバントを探しに来てみると、まだ開発されてなかったし、当時小さい市場の隣に書店の建物がありましたが、そこは25坪に保証金は300万ウォン、家賃は月15万ウォンと言われました。それで契約のために不動産屋を通して大家さんに会って、教会と使いますと言うと、それなら売らないというのです。それからしばらく経って大家さんが来て、同会女先生の顔を見たら心が変わって、契約すると家賃も3万ウォン引いて12万ウォンだけもらうと言って契約しました。そして保証金300万ウォンは
今天国に行かれた姉ジャカン氏を通して備えてくださいました。当時アンカン氏は数年前幼い息子さんが交通事故にあって300万ウォンの保証金を受け取りましたが、これを建築献金として神様に捧げると決心したそうです。しかし神様を信じなかったご主人がそのお金を他のところに使って、監視さんはいつも心に引っかかっていたのです。そんな中ご主人の家具工場が経営が厳しくなって、家を銀行に借金の方に取られたのです。家を2000万ウォンぐらいに売ろうとしましたが、長い間家を見に来る人がいませんでした。それで値段を安くして1500万ウォンになりましたが、家を買いに来る人がいなかったのです。ところが開拓準備のために三角山に集まって祈祷会をしたとき、姉ジャカン氏に予言の言葉が臨みました。3日断食と祈りをして家を売りに出すが、あなたの信仰通りに出すなら私は働こう。そこからあなたが心に決めていた300万ウォンを開拓資金として捧げなさい。家を売りに出して数年経ちましたが、見に来る人さえないのに数百万ウォンをあげて出すなら不動産屋で笑うことでしたが、姉ジャカン氏は三日断食をして悩んだ末に不動産屋に300万を足して1800万ウォンで売ってくださいと不動産屋に伝えました。それから家に帰りましたが、あまり経たないうちに家を買う人を不動産屋が連れてきて、日に行った家だとすぐ契約をして、代金は値切りもしないですぐ買いました。契約書に書いていた1500万ウォンはご主人にあげて借金を清算して、300万ウォンは正殿を得る保証金として神様に捧げました。はい、そのようにして太陽が炸裂するときに開拓しなさいと言われた通り、1982年7月25日大人9人子供4人が集まって、宝の中の宝は信仰というメッセージを伝えて、父なる神様の遠大なる御心を実現するための働きが始まりました。そしてエレミア33の3、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようとある通り、毎日のように4、5人が聖殿に集まって、1日に5、6時間心を一つにして主を呼び求めて祈るとき、神様は聖徒を送ってくださり、生物を満たしてくださいました。2ヶ月ぐらい経つと器物が溢れるように満たしてくださったのです。そして聖徒も100人を超えて、穀物と果物が実り、実るとき創立礼拝を捧げなさいと言葉をいただいて、10月10日創立礼拝を捧げました。使徒6の4には、神のしもべはもっぱら祈りと御言葉に励まなければならないとあるので、道会女先生は開拓の時から財政、聖殿の管理、些細なことまでも全部生徒に任せて、先生はただ祈りと御言葉に励まれました。そうしながら使徒2の43から47に、そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた、死者となった者たちは皆一緒にいて一切なものを共有していた、そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、全ての民に好意を持たれた、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったとある通り、毎日聖殿に集まって祈祷会をして愛のパンを熱心に食べて行いながら御言葉を伝えると、神様は印と不思議と共に働いてくださったのです。その当時来られた方の中で、本教会の副牧師として勤めているキム・ヨンソク牧師先生はリンパ腺結核で苦しみ、奥さんのパ・マンスン夫人は産後膀胱炎に腎臓炎と低血圧まで、そして
娘さんも熱病にかかって苦しんでいましたが、本教会に来て登録して、同会所先生の祈りを受けて聖霊の日によって完全に癒されて、今まで元気に働いていて、娘さんはオルガン伴奏者として仕えています。はい、その時キム・ヨンソク先生に会った時、とても痩せていました。そのように覚えていますが、この説教を準備しながら牧師先生に聞いてみると、その当時は50キロぐらいだったと話してくださいました。そのように過ごされたと言われました。今はこのように健康な姿で働いています。また若くなっています。若くなっていると思います。その時から本教会の金曜手伝礼拝は全国的に有名になって、教派を超えて押し寄せてくる人で、聖殿の中が動けにくいくらい毎週ぎっしり埋まりました。表現が適切なのか分かりませんが、その時私が感じたのは、まるで目指しを並べておいたもののようでした。申し訳ありません。人にこんな表現を使ったので、私はそのように感じました。そして聖霊に満たされて、どんなに暑かったのか、天井には戦闘のように水滴がポタリポタリと落ちてきて、私を含めて数人の青年が、ひどい場合は竿に雑巾をかけて拭いたりもしました。このようなことが続いていた1983年2月1日金曜徹夜礼拝を捧げていた日でした。その当時聖殿の地下は牧師館、事務室などで使っていましたが、その日に限って曇っていて、風も吹いていて、地下のレンタンストーブからガスが外に出ないで地下にいっぱいになりました。その当時は礼拝が11時に始まって6時ごろに終わりましたが、聖殿管理の執事さんが地下に行って人が死んでいると言うのです。急いで私も一緒に青年数人と一緒に行きました。地下に行くと、パクソキという青年がいましたが、死んでいたのです。そして同会所先生の3人の娘さんも口に泡を吹いていました。意識がなかったのです。青年は息が絶えていて、3人の娘さんは死にそうでした。瞳も白くなって口に泡を吹いている状況。それで数人の感情の人々がその青年と3人の娘さんをおんぶして2階の聖殿に運んできました。まだ変えていない30、40人余りの生徒が見守りながら窓を開いたり泣いたり、ある人はキムチの汁を飲ませなければと言ったり、土の匂いを嗅がせなければという人もいました。その時同会所先生は講壇に上がって、与えてくださった方も神様で、連れて行かれる方も神様です。私の娘たちが涙、悲しみ、苦しみのない天国で主の懐に抱かれたので感謝いたします。しかし青年は私に委ねてくださった生徒なので、死ぬならば神様の栄光を遮るようになります。あの青年だけは生き返らせてください。このように感謝の祈りを捧げて降りてきて、まず青年のところにいて、イエス・キリストの御名によって命じる一酸化炭素よ、下がれ。父よ、この魂を生き返らせ栄光を受けくださいと安心の祈りをして、末娘さんに祈ると、青年がぬっと起き上がって聖歌隊の席に座って行って座り、自分は地下で寝ていたのになぜこうしているのかわからないという表情をしていました。その時末娘も次女も長女も祈りが終わるとすぐパッと起き上がる姿を見て、生徒たちは胸いっぱいの感激の中で神様に栄光を返しました。
皆さん想像できるでしょうか。どれほどドラマチックな場面でしょうか。このことがあってから一酸化炭素中毒で死の直前から祈りを受けて生き返った人々の中には、皆さんおんぶして教会に来るのです、牧師館に来るのです、家族全員が生き返られた方もいるし、いろいろな人が来て一酸化炭素中毒だと祈りを受けて癒された場合が多かったのです。今は忠実に仕えて命を懸けて牧者のために生きますという家族もいました。今は見えない方々もいます。それを思うととても胸が痛いです。チャージョナン先生と結婚したあの夫人も一酸化炭素中毒で死の前にいましたが、祈りを受けて直ちに生き返られて、このように、はい、奥さんは、夫人はそのことの後忠実に仕えて、牧師館の行事があるたびに先に来て奉仕する生活を今までしています。これが恵みに報いることではないでしょうか。愛する生徒の皆さん、このように聞く耳のない微生物の一酸化炭素でも命じると退いて命が生き返られますが、そのようにする方は果たして神様とどのような関係なのか推測できるでしょうか。ヨハネ 15-17 に、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられますとある通りです。それだけでなく、それもご自分の3人の娘なのに、心に少しの揺るぎもなく完全に神様の御心に委ねる方がどうか以上です。それだけでな、これだけではありません。1992年6月は道会長先生が出かける準備をしていましたが、それまであった大きいことや、また財政の問題などで複合的なストレスを受けて、鼻と自ら血を吐き出し始めました。この日の午後1時間半ぐらい血を吐き出し、夜にも1時間ぐらい吐き出しました。頭を後ろにのけぞらせると息ができないので、頭をうつ伏せにしたまま座っていました。手術になって顔を洗おうとしましたが、また血が出始めたのです。その日は教会にも来られませんでした。たくさんの量の血が出ました。こんなたくさんの血が一体どこから出ているのか不思議になるくらいでした。牧師館にはこのことを聞いた副牧師、長老、また働き人など100人余りが集まりました。血は止まらなかったし、ずっと出ていたので私がだらいを当てていました。しかしどんな場合があっても世に頼らなかった牧者だったので、誰一人も病院に行きましょうという人がいませんでした。その時先生は賛美が聞きたいと言われ、今は天に昇天されたイージェオ先生が我が魂の深き奥よりこの賛美を歌ってくださって、牧者は心が安らかになったと、早く天国に行きたいと言われました。そうしながらだんだん気力がなくなって精神は混迷になりました。全身の血を全部出したので顔は青白くなり、目を開く気力もないと言いました。しかし霊は清くて熱くなるのが感じられると道会長先生は言われました。その時神様は御霊に感じられるようにしてくださって、主のしもべや働き人の霊的状態を教えてくださり、また家族にも遺言を残すようになりました。そして脈も呼吸も止まりました。その時主が、私のしもべよ、あなたは私の懐に抱かれるのか、生き返って使命を果たすのか、
先生はその時、主の懐に抱かれたいですと答えました。すると主は2つの場面を見せてくださいました。先生が主の懐に抱かれた後、教会に敵である悪魔サタンが入り込んで、聖殿が崩れて、多くの生徒が神に向かっていく光景でした。また一方、数人は断食して祈りながら信仰を持って天国に向かって走っていていました。しかし他の方々は散らばって、世に向かって天国の、地獄の火の池に落ちていく姿を主が見せてくださったのです。どうか助先生は、主を、私を生き返らせてください、生徒の皆さんと一緒に主の前に参りたいですと言って、また立ち上がりました。その時、上から光が臨んだと言われました。お水を飲みましたが、その水がすぐ地に変わったと後で分かったそうです。死ぬことが、はい、ありがとうございます、感謝します。死ぬことが神様の御心ではなかったので、家族に遺言まで行って幸せに死を迎えましたが、神様が一瞬にして生き返らせてくださったのです。その夜、私とチェジョンス長老が一緒に先生と祈りの家に行きました。1980年代後半から1999年放送時間がある前まで、私は道海女先生と一緒に祈りの家に同行しました。その時、道海女先生と碁を打ちました。ところで途中に血が出そうだと言って、血を吐き出したのです。ティッシュではどうすることもできなくて、だらいを当てましたが、しばらく随分吐き出しました。横になることもできないので、座ったまま道海女先生は1週間不規則に血を流しました。チェジョンソ長老と私はその時、道海女先生にどうすることができなくて苦しかったのです。道海女先生の前で泣くこともできないし、首を回すと自然に流れる涙でどうすることもできませんでした。それで目の周りがただれるくらいでした。手術になって、道海女先生が前に説教された癒す主のビデオをかけて、祈りの家で一緒に手術礼拝を捧げました。メッセージが終わって、癒しの祈りの時間、道海女先生は頭に手を置いて祈りを受けましたが、それからは血が止まって出ませんでした。はい、その時の感激、幸せ、そして感情は言葉で表現できません。道海女先生は9日間30回以上血を吐き出して、その時間を数えると24時間ぐらいになります。ですから、体にある血を数回吐き出しても残るくらいの量だったし、これまで水以外に食べられたものがないので、水が血に変わったと説明するしかないのです。愛する生徒の皆さん、皆さんはこのメッセージを聞いてどのように思うでしょうか。自分の体です。約束、いつ終わるかわからなくて血をずっと流しているなら、原因を知りたいでしょう。病院に行くこともあるでしょう。しかし、私たちの道海女先生はどうされたのでしょうか。普段私たちにどのように教えてくださったのでしょうか。ただ真理通りに行って教えてくださったのでしょう。そうなので、3人の娘が一酸化炭素中毒になっても、人が死んで、また生きるのも神様の御心だと、神様に完全に委ねた通り、自分の命も神様に委ねたのです。このように全てのことに神様の良き御心に従って、ただ信仰通りに生きてこられた方が私たちの道海女先生です。はい、
その後、そのことがあってから、お医者さんにその症状について聞いてみると、最近は出血があるところに、用語はあまり覚えていませんが、電気ごてのようなもので焼くと血を止めることができる。できそうです。できるそうです。しかし、ただ信仰を持って生きる同会長先生とは関係のないことでした。こんなに血を流しながら一瞬も笛や嘆きをしなかったし、感謝だけだったと言われました。生徒の皆さん、万民だけでなく他のところでこのような証を聞くことができるでしょうか。同会長先生はこの地上で人生が終わると主の懐に抱かれるし、天国で悲しむ理由がなかったのです。それから神様はアブラハムが全能なる神様を信じて一人子イサクを捧げる試みを通り抜けたように、同会長先生も命を捧げる試みを通り抜けたことを教えてくださったと言われました。そしてさらに神様に信頼されるようになり、もっと大きい神の力で祝福してくださいました。それだけでなく、主のしもべと働き人は霊的に覚醒するようになって、同会長先生をもっと愛して大切に思うようになりました。そして熱心に伝道して、その時から放送事件の前まで毎週私立伝道されて登録する生徒が数百人に至りました。その数は教会のある教会の全生徒のくらいです。愛する生徒の皆さん、これまで同会長先生が生きてこられたことについてお伝えしています。万民の中にとどまっている愛する生徒の皆さん、皆さんもこういう同会長先生に似せられたくて、ここに来て信仰生活をしているのではないでしょうか。私もこのような同会長先生がとてもとても好きで似せられたいです。2014年地域長、組長、区域長教育の時、私にくださった予言のお言葉をご紹介します。誠にこのようにあなたが牧者以外には見えない歳月を今まで生きてきたのだが、それで十分だけでなく、清められなければならないことを悟って、マミに走ってこられる恵みをくださったことも、いつもとても感謝して、牧者だけがあなたのうちにいるようになさったことも本当に感謝である。牧者があなたのすべてになったので、これから牧者が持っているものもあなたのすべてになるようにしなさい。牧者があなたのすべてになったので、これから牧者が持っているものもあなたのすべてになるようにしなさい。牧者が持っているすべてとは父の栄光で魂への愛なのだ。あなたにもこれが全てになることを望んでおられ、望んでいる。これをよく悟るように。私はそれから毎年新旧総計礼拝の時になると、一番目の祈祷課題を書く時、同会長先生の心と誠実と行いに似せられることですと書いてあります。随分前、私の証を皆さんに伝えたことがありますが、私も私の母の涙と犠牲によって全知全能なる神様に1980年会いました。しかし信仰生活をしながら難関にぶつかりました。マタイ5の28から38に30節に、しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯しているのです。このような御言葉を私が思うと、私が姦淫していることが分かりました。それが到底守れられなかったし、その姦淫のことを思わないようにしてもだんだんするようになったのです。それでその当時、万民教会の開拓の前ですから、大きい教会の有名な先生に行って相談してみました。マタイ5の28に、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯しているのですとあるのに、先生、私は一日も数回この罪を犯しています。それで神様の前でとても申し訳ありませんが、この罪をどうしたら犯さないのですかと相談に乗ってみましたが、皆さん、私は何と答えを得た
得たのでしょうか。もし皆さんの中でもこのような悩みをした方はいないのでしょうか。私はそれまで正解を教えてくださる方に会ってみませんでした。そのように信仰生活をしながら、ローマ 7-24 に、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか、という聖句をいつも口ずさみながら過ごしていました。1982年7月25日万民教会が開拓して、私はその前に通っていた教会の使命があったのですぐは来れなくて、9月に来ましたが、先生の話を聞きながら戒めを守ることはとても優しいことだと聞きました。道会長先生に、私はまた28のこの会員の問題が解決できましたと先生に尋ねたら、それがなぜ難しいでしょうか、神様を第一に愛すれば全部守られるのですと言われました。そうしながら道会長先生も初心の者の時同じ経験をしたと言われました。それを誰にも相談してみてもはっきりした答えを聞けなかったし、教えてくれなかったし、道会長先生が祈りながら3年間祈りながら解決されたと私に答えてくださいました。そのように言われるから、私はできないのではなくて、このように道があるのに神様を第一に愛すればいいと言うから、私はすっきりした感じがしました。その時から道会長先生が教えてくださり、模範を見せてくださった通りに断食して、主を呼び求めて祈り始めました。3日5日7日断食をするのは多かったし、10日15日21日断食も数回しましたが、皆さん、私がそれを捨てる気配が見えませんでした。本当に独特ではないでしょうか。自分というものは一体どういう人なのか、そんなに嘆いていた時ですが、1984年主のしもべとして召されて子ども手術学校を担当するようになりました。その以前は正当だったのに、これから主のしもべなのでとても焦り始めました。今まで21日断食をしても会員を捨てられなかったのだから、30日に挑戦しようと思ってすぐすればよいでしょうが、皆さん断食をしてよくないことにあったらどうしようと思って、私は1年間熱心に準備祈祷をしました。それで時間が経って1985年下半期になって30日断食をしました。それをして保護職をし始めましたが、また女性を見るとどうしましょうか、また思い浮かぶのです。涙も出て避けられるものなら避けたいのですが、そうできなかったのです。しかし私の変化を発見しました。すぐ反応はしませんでした。ちょっと時間が過ぎてから反応するようになったのです。断食をしてからそうなりました。それに自信感を持つようになりました。準備して祈りして40日断食に挑戦しました。1年間そのために備えて祈りました。道会長先生が何と言われたのでしょうか。神様を第一に愛すると優しいものだと言われましたが、私がそうできなかったのです。それで私は本当に息苦しくなりました。
それで40日断食をするために準備して祈りました。1986年11月にまた40日断食を始めました。30日断食は1年前に経験したからなんとなく過ごしましたが、30日が超えると35日になると、皆さん本当にこうして私が主の懐に抱かれるかも、このようなことも思いました。自分の体の状態がそのようになっていくのです。皆さんどうしましょうか。やめることはできないでしょう。35日37日目になったから、それはいいのでしょう。いいのですが、霊肉の苦しみは言い尽くせないのです。世の人の表現をちょっと使います。本当に狂ってしまいそうという表現が合うでしょうか。そのように思いました。私もそのような状況が多く来たのです。このように長い時間断食すると、体の蒸気も縮まって、栄養素も生存のために尽きてしまいます。その栄養素とか栄養素とかなくなる感覚、それが言葉で表現できないのです。時間がなぜ遅く流れるのか。1時間が1日のようで、1日が1ヶ月1年のような時もありました。私はなぜこのようなことを経験しながら断食しているのだろう、思ってみました。私は本当に愚かなものなんだと思いました。女性を見て情欲を抱くせいだろうと思うようになったのです。この苦しみを受けながら、こうしながら断食をしていると思ったら、女性を見るとその断食の苦しみを思い浮かせればいいだろうと思うようになったのです。それで女性を見て会員をするようになると、それがうんざりになったのです。はい、そのようにして会員というものを、本当に一瞬のことでした。二度とそのような思いをしないようになったのです。断食が終わって思ってみようとしましたが、思い浮かばなかったのです。それで簡易というものが捨てられるようになったのです。なぜ私はこのように生きてこられたのか理解はできませんが、そのような過程を通して私はこのように変えられました。簡易を捨てると、それからは雲の上に浮かんでいるような感じがして体が軽くなりました。愛する生徒の皆さん、私のような人を誰がこのように変えさせてくださったのでしょうか。中高生の皆さん、はい、道会長先生が、到底できないような人でしたが、できなさそうな人でしたが、このように変えられました。私がなぜ40日断食をしたと言いましたか。皆さん、このように愚かな人に なってはいけません。自分ができた自分にできることではなかったのです。道会長先生が教えてくださった新しいエルサレムがとても慕うようになり、道会長先生が行って天を見せてくださって、神様を愛すれば戒めを守ることが優しいと教えてくださる力あるメッセージが私の
心に刻まれたので、罪を血を流すまで抵抗することができました。それが辛いのではなくて、むしろ遅く帰られたのがとても申し訳ないことがあったのです。愛する生徒の皆さん、私たち万民は神様が同会長イージェロク牧師をご自身でお召しになり、御言葉で命じて建てられた教会です。私たちはそこの羊の群れです。私が今日のメッセージのタイトルを私たち万民はとつけました。ハテマークがありますね。ハテマークがあります。そのようにつけましたが、そのハテマークの答えは皆さんが出しますように。愛する生徒の皆さん、私たちが新しいエルサレムを知らなかった時は知らなかったからいけませんでした。しかし私たちはマコ牧者に出会って、宝のような御言葉を聞いて、保証してくださる印と不思議を見て、体験してみて、天国が分けられていることを知っていたし、どうすれば生きられるのかについて詳しく学びました。万民の生徒は牧者を信頼して聞き従いすれば、花をつけて引っ張ってでもそこに皆さんを導き入れると言われたのです。 99% の講義も満たしてくださいました。ですから私たちも牧者を信頼して聞き従って、牧者の報いの身になりましょう。メッセージの内容を思いながらご一緒に祈ります。愛の父なる神様、私たちの心にあるすべての悪をどんな悪でも捨てなさいと、避けなさいと牧者はいつも教えてくださり、模範になってくださいました。私たちがこのように変えられるように強くしてくださいますように、私たちの中にあるすべての偽りの属性を全部脱ぎ捨てるように助けてくださり、私たちが神様の御心通りに正道、確かな正しい道を歩む私たちになるようにしてください。私たちの心に悪はないようにしてくださり、憎む姿はないようにしてください。へりくだった人々になって神様の子供になるようにしてください。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同化女先生の癒しの祈りを受けます。怖いの悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ、全能の愛であられる父の神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安心してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経、組織、細胞など、具合の悪いところは皆聖霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる。敵である悪魔サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め。不治の病、難病も聖霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と、すべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、チューブ、関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてください。
全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。自己の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、気じゃともないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの皆によって命じる。敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ。光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての天でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で天の軍勢